はい、めぐみさん、この華やかな祭りの雰囲気あふれるスポットを今日は紹介したいと思います。ということで、はい、私もこちら似合ってますね、下駄に浴衣姿で恐縮です。ありがとうございます。お届けしたいと思います。いえいえ、さて、私が来ているこの場所なんですが、はい、明日オープンします食と祭りの殿堂、浅草横丁です。場所は浅草のロックブロードウェイ商店街、東京楽天地浅草ビル4階です。こちらにはさまざまな飲食店が集いまして、さらには食べるだけではなく祭り気分が味わえるいろんなエンターテインメントもあるんです。早速巡っていきたいと思います。まず目に入るのはこちら、うなくし出雲のれんにはですね、このように桜刺し、それからうなくしの文字が、そしてうちわで仰いでらっしゃいますが、うなぎを焼くいい香りが漂っております。ご覧いただきましょう、こちらです。おいしそうですね。そうですね。この出雲では江戸時代、はい、庶民の食べ物として売られていたうなぎを手頃に食べられるようにと、この短冊など418円という価格で出しているんです。そして他にもですね、メニューとしては、肝を串焼きにしたものですとか、いいですね、いいですね、いい照りですね。それからうなぎを裂かずに筒切りにして焼いたうなぎのガマの小焼き、これ美味しそう。さらに変わった品でいうと、うなぎハニーブルーチーズ、これうなぎのまろやかさとブルーチーズのほのかな塩気、癖になる味わいでした。美味しい。そして現場戻りまして、こちらやっぱこれが一番落ち着く、天狗がいますが、はい、盛り上がっております。はい、こちらはですね、ネオンが目を引くさまざまな、そうです、ホルモン料理が楽しめるお店ペペですとか、さらに隣は私も本日借りました着物などのレンタル店ワーゴー。ちなみに7月7日までオープン記念割引で2970円からレンタル可能ということです。浴衣で下町気分に浸りながら横丁巡りもいいかなというふうに思います。本当横丁だね。さあ、どんどん巡っていきましょう。横丁感ありますよ ね、 ね、すごい。こちらはですね、カラフルな三角とメニューが並ぶ大衆居酒屋ロッキーかなえ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。いいな、行きたくなるね。それから一風雰囲気変わりまして、行きたくなりますね。ハングル文字とネオンの色合いが韓国の夜を思わせる韓国料理、ハンマーとこうした店舗もあったり、こちらにはずらっと賑やかな各店名の垂れ幕が並んでおりまして、この浅草横丁合わせて7つの飲食店が集まっているんです。そして中でもこちらの浅草寿司では SNS に上げたくなるような写真映えするメニューを出しているんです。紹介したいと思います。例えばこちらは巻き寿司の上にカニの甲羅、鮮やかな具材、その名もエビカニ合戦です。いろんな具材たっぷり入ってます、それから隣行きますと、他にも飲める炙り縁側、のどぐろ昆布締め炙り、そして熟成金目鯛の順で美味しそうな寿司がある中、さらにはこちらのうなぎの握りなんですが、これで完成ではないんです。では店員さんお願いします。さあ行きますよ。さあ何がかかるかと言いますと、これは何、たっぷりのバターをかけて完成となるんです。その名もとろけるうなぎバターです。今ちょっと表示間違ってましたね、失礼しました。バターの甘い香り漂ってまして、これ皆さん、うなぎとバターが口の中でね溶け合って、これまた合うんですよ。新食感、これも美味しかった。美味しかった。はい、そして続いては美味しかったです、動画を SNS に上げたくなる一品、その名もこちらマウント寿司、どんな動画が撮れるのか、スタジオの中川さん、よくご覧になってください。いきますよ。動画回したい。あ、このかっこいいよ。なるほど、なんかありそうだね、ドラマが。せーの、せーの、うまくいける。うわー、これはもう見とりたい。とろろ、いくら、とびこが一気に広がるこの動き、インパクトあります。なるほど。下にはマグロの漬けもあって、非常に具だくさんなんですけれども、せっかくなので私も一口いただきたいと思います。これ面白いね、やってみたくなる。すいません。うわ、とびこも入ってる。大きいな。たっぷりのとろろを乗せまして、失礼します。うわー、いいな。よいしょ。うわ、いただきます。おいしそう。いいね、夏にね。うん、うん、おいしい。このとろろが本当に海鮮の美味しさを引き立てて、しかもあのイクラとかトビコのプチプチ弾けるこの食感もたまらないです。ぜひ皆さん
この食べる前に動画を撮って楽しんでみてください。いや、これアイデアですね。よく考えましたね。食事中失礼します。お店のイベントで私バルーンアートのプレゼントをしておるんですけれども一ついかがですか？ありがとうございます。なんか始まったよ。この祭りの雰囲気に合わせて、はい、花をお願いします。おー、いいですね。じゃあ花を一つ、この可愛いピンクの風船で作りたいと思います。はい、こちらバルーンアーティストクラウンリオさんです。というのも浅草横丁では食事をしているお客さんにより楽しんでいただこうと1日1組日替わりでこうした芸人さんが各店舗を訪れ芸を披露してくれます。午後7時から10時ごろいらっしゃるということです。じゃあお花です。あっという間に。ありがとうございます。どうぞプレゼントです。可愛い花を作っていただきました。皆さんもぜひお会いした際にはリクエストしてみてください。本当だ。さあということでこの後は、うん、浅草横丁週末にみんなで盛り上がるイベントも紹介します。山本が踊ってる。あ、本当だ。さて綺麗に東京スカイツリーも見えております。明日オープン浅草横丁から中継です。はい、こちら食事をしながら祭りの雰囲気も楽しめるスポットということで続いてはこの赤く彩られた祭りの櫓を思わせるエスカレーター周り、ここで週末に行われるイベントご覧ください。浅草横丁では週末になると店内でよさこいや阿波踊りなどが開催されます。昨日の内覧会ではよさこいが行われ、私も参加しました。踊り方がわからなければ各団体の人たちが教えてくれるので初めての方でも十分盛り上がれます。